来たな、宮本伊織。小説ライダー。やはりあの仲たがいは芝居か。余興だ。楽しんでいただけたかな。問答は無用。ユイ、英月の器はどこだ。貴様らが土帝の屋敷より持ち去ったとすでに知れているぞ。それは耳が早い。今しがたここに設置したところだ。あとわずかばかりの魔力で器は満たされ、英月は輝く。セイバー、貴殿の魂、義の長尾を飾る荷へとする。その前に改めて問う。宮本伊織、貴殿の願いは何だ。マスターとして貴殿は英月に何を恋願う。俺自身が叶えねばならないものだ。結果よりその過程に意味がある。英月が真に人の手では叶わぬ願いを叶えるのであれば、そうでなくては救われないものが求めるべきだ。だがそれは世にあってはならぬものだろう。それが答えか。正しき人の道。なるほど。貴殿らしいと言うべきか。宮本伊織、俺は清廉とは程遠い男だよ。ユイ小説。まったく甘い。君は甘い男だ、伊織。刃を交える前に事の葉を交わすなど。そうかもしれん。甘い男ゆえにこうも言おう。俺を清廉という貴殿、ユイ小説よ。その胸に抱く願いは何。俺には貴殿こそが清廉の正道を歩む人物であるように見える。なのに何故英月の義などにふける。英月の義。少子、邪法であろうと構うものかよ。私は世の過ちのすべてを正す。そして真に平らかなる世を作り出す。それはまた大きく出たな。邪法に願わねば叶わぬほどの願いなれば、大きくなくてどうしようか。過ちを正す、それこそが私の作られし命に宿りし。作られし命。貴殿は知らぬままだったな。私は作られた体に命を与えられし存在、ホムンクルスだ。ホムンクルス。そう言ったな。事の葉の意味はわからないが、要は妖術で編み上げられた人形と見たぞ。しかしユイ、その面持ちは。まるで人のようか。それはそうだろう。我が肉体、森総意見先生が作り上げた一品だ。貴殿は武家の出と聞いた。この世に生を受け、先生亡き後は武家の子として立場を得た。本来であれば肉のからくりに過ぎぬ我が身、疑いや願いを抱くはずもなし。だが世のありようを目にしたその時に、私は私としてなった。感じてしまった我が胸を塗りつぶすこの思い、願い。もはや見て見ぬふりはできん。弱き者が奪われ続ける世の理不尽、血の地獄。生きる術を持たぬ浪人は各地にあふれ、デウスを信ずる者は生きることすら許されぬ。貧しき者は今日も飢えている。止める者は今日も笑っているのに。不義、非道、理不尽。江戸に、大阪に、長崎に、日の本の、いやこの世に数限りなく無念の血類にうめく婿があろう。それを私は見過ごせぬ。乱世は
とうに終わったはずだというのに、なぜに人いびつならば正さねばならぬ。ゆえに今私わかった。貴殿の願い、人の身では叶うまい。道理が通っている。貴殿の願い自体を俺は間違いだとは思わない。その上で俺は剣を取ろう。由衣小説、元より同志を求めはしない。分かったならばそれだけで宮本伊織マスターとしてもはや貴殿に不足なし。いざ尋常にお命をいただく。腐敗を舐めさせられた。実に見事な立ち回りであったぞ。待ってよ。それもしまいだ。今度こそ仕留めるぞ、ライダー。誰ごと。弱いな。避けられない。来い、手を貸せ。承知。さあ参ろう、武者のセイバー。いざ、共に行かん。貴殿に我が願いは砕けぬ。私に勝ちたくば持てる全てでこうするがよい。私も総身の力で貴殿に挑もう。避けられない。
もらった。世とはなべていびつなもの、ゆがみねじれおぞましくもうめくばかりで、正しさなど欠片もない。さよう、どうせこの世は地獄なれば、賠償十把ちりやくたになるがいい。我が神明牛御前、御頭天皇の血を受けし鬼子にして、帝釈天の僧を持つ祇園精舎の神、すなわちインドラの子半神である。命ある者は平伏せよ。平伏してさえいれば、何もかもすべてすべて我が神使が踏みつぶす。ライダー、これはいかなることだ。それに神明、英霊源の雷光であると貴殿は私に語った。まあ由衣小雪様、我がマスター。私こそは源の雷光ですが、ええ、神明としては、平安の頃世を乱した牛御前、兄弟である源の雷光に、それです、兄弟と伝わっているようですが、私は私、雷光に流れる鬼子の血な。それで、ああ、そう、いかなるかを問われましたね。いかなるかなど、これよりは
世のすべてを壊すのです。我が身を含めた世のすべてを。バカな、私の願いがためその魂を捧げるとまで貴殿は誓ってくれたではないか。ええ、誓いました。捧げますとも魂。名を偽り忌まわしき黒鎧に身を包んだのも全てはその願いが世界を壊すため。違うライダー、私は破壊のためではなく真に正すために。ええ、そうでしょうとも優しきあなた。けれどあなたと共には英月の義を勝ち抜けない。雷光の振りではセイバーたちがそれを教えてくれました。私は私として義を制する。江戸すべてを砕き人も英霊も皆殺しにした願望機にて私が世を壊す。レジを乗って命ずる。ライダーよ、私に従え。従っております、マスター。ライダー、私のことの花と小説。あなたの願いに我が魂を捧げると、あなたの願いのままにこの牛御前が。止まれ、止まるのだライコン。止まれません。そう、あなたの願いを叶えるまでは。このような、このようなことが。今回は間一髪間に合ったみたいね。師匠、雲間から覗く大怪異、八百夜鳥に未曽有の危機。いや、怪異の類とは桁が違う。あれは神の類だ。それもかなりの大物と見たぞ。空をつく様、なんと一息切れる相手では。師匠。はいはい、そんな顔しない。普通に考えればマスターを切るとこだけど、それくらいじゃ止まらないでしょあれ。大宝具の展開に成功したならば、もはや小雪ちゃんはもともと江戸全体の霊脈をあれこれ、それを丸ごと全部牛御前があの怪物で奪い取ったって。うむ、アマトの霊脈と深くつながりでなければあの巨体に説明。紳士もライダーももはや私からの魔力など必要。江戸八百夜鳥、いや関八州を焼き尽く。はは、あまたの霊脈と深くつながった。ならば逆さに考えるぞ。霊脈からの魔力を断てば。そうだな、小説。ああ、道理。では話は決まった。オッケー、じゃあ手分けして霊脈を片付けちゃいましょう。とりあえず一組につき太めの霊脈一本ってことで。まずイオリ君とセイバー君でしょ、私でしょ、小雪ちゃんでしょ。これで3組3本。せめて4つは欲しい。ふっふっふ、お待ちなさいな、イオリ君。おーい、あなたの出番よ。ロザ、残る1つの霊脈を私たちに立てと。話が早くて助かるわ。ここはお互いウィンウィンでいきましょう。師匠。ああ、はいはい。お互い得があるでしょって意味。あんなもの放っておいたら義も何もなし。複数の霊脈うんぬんなら器も何もかも砕かれて、はい、おしまい。江戸は火の海になろうのか。そいつはいささか困る。では、マスター。チッ。はい。
まったわね。心強い仲間が得られて何より何より。それじゃあ打倒大海、行くぞ。うむ、が書く。いやー、壮観壮観。これは切りごたえがありそうだわ。魔力を断つ。果たして私に考えがある。そのためにもまずは神田を取り返す。見えたか、大怪異とのつながりが失われた。残った霊脈に連なる霊地を楔を起点に一気に魔力を断つ。その通りだ。魔力の名が刺すれば刺しもの大化。ふむふむ。吉原、上野、浅草、 あとは誰がどこを受け持つかね。俺たちは浅草を。こちらは上野ですね。決まったな。ではおのおの。行きましょう、マスター。面倒だ。それでも今は。声を聞きなさい。灰は灰、塵は塵。君臨する。トリステス・ドゥ・ラビエル。
さっさと流れを断ち切れ。なんせ無事に済みました。それじゃ、ただいま戻りました。大殿ね。そのなるほどね。牛のもののけをと、いいさ、行っといで。止めなき、私たちの間、承知。さてさて、小説ちゃんの話によればどうか。お侍様、お侍様が来た。ただの遊女、どうかこれか。あの、いや、その吉原を、お侍様。ごきげんよう、さようなら。早速だけど、お引き取り願いましょうか。自在天神、この一刀こそ我が空洞、我が生涯、いざな大戦勝。これで残るは2箇所ね。さっさと片付けちゃいましょう。残らずなぎ払いましょう。自在天神、この一刀こそ我が空洞、我が生涯、いざな大戦勝。これで残るは一箇所のみ。伊織くん、うまいことやってるかな。今のあの子はもうきっとライダーを倒す。ううダメよ。私あれ
余さず神面武蔵は切り捨てる。きらめいた。これならご期待に応えましょう。一等三敗無限を破りゼロに至る異者な大戦勝。ありがとう武蔵ちゃん、これで吉原は安泰ってことだろ。ええ、あとは仕上げをご老じろってね。さて、伊織くん、一丁上がり。抜かるなよ、セイバー。霊脈を立てん。地のごとく水の型で、こっちだ。すぐに行く。行くぞ。天地自然にあふれる力、ここに集いて刃となる。絶技発揮怒涛。よし。
これで霊脈を断ち切れたはずだ。浅草からつながる霊脈、ようやく。紳士の見業。あれは来たな、ライダー。再三言ったが、こたびこそ仕留めきる。避けろ、ライダーが来る。速攻に落ちよう。上から来るぞ、かわせ、よりよ。何故それほどに抗うのです。かように歪な世は全て正さねばならない。そして正す手立てはただ一つ、澄み渡る天の御を含めた全てを破壊し尽くすのです。あなたならばわかるでしょう。小説顔色が悪いぞ、よりしっかり手当てしておけ。あら、見せてやれ。力を借りる。分かった、我らが刃突き立てる。もらった。平然としていると。不死身か、奴は。いいな。ようやく本性を見せたか、闇の帳を下ろさんとする悪鬼。ならば我が極光が相手となろう。源氏くん、うっ。あれでも仕留めきれないか。だが、セイバー、そしてそのマスター。これっぽっちも遅いものか。貴殿の一刀が戦局に光をもたらした。ならば頂上、いざ共に行かん。この地を覆いし闇を払いに。宮本伊織と言ったか、この極光の刃を今ひとたび貴殿に預けよう。頼りにしているぞ。この程度の力で紳士
何か仕掛ける気だ。セイバー任せろ。嘆き、叫ぶ、荒ぶる三日月の化身。
一刀にて沈め立てまつる。雨、土、わだつみ、嵐、ほむる、天地自然の諸力をここに会見。雨の村雲の剣。見事。マスター。